すげえなこれ。最初顔面ドアップスタートかなと思ったらさ、目の前にスポーンしてきたね今。なんか正面と正面というかさ、顔と顔がめり込んでましたが、はい、ということでゲストの皆様こんばんは、小田健です、というかたけしです。はい、今回も曇りなき眼ということで、この綺麗な瞳をね見て皆さんも癒されてください。はい、ということで今回もロブロックス面白そうなステージがあったんでやっていきましょうか。エスケープザデンティストオビーですね、オビーシリーズやっていきましょう。はい、オビー結構楽しいんでね。今回ですね、悪徳歯医者のステージらしくて、これが悪徳の受付嬢ですかね。心が極悪そうな笑顔してますね。何人もの人をこの右手で殺めたんでしょうね。うちはホワイトな善良な企業なんでって言っても、かたくなにブラック企業って認めなさそうな笑顔してますね。さあやっていきましょう。綺麗だなお前瞳が、すごいこの差。受付嬢とこのたけしの綺麗な瞳の差、うわこれも歯医者じゃねえよ。一回当たってみましょうか。何この拷問所。はい、早速こんな感じで、ぶっ飛んだ歯医者さんとなっております。いきましょう。これあれかな、このボタンを押して簡単。たけしよかったね。ほんとたけしの顔慣れないんだよなこれ。あ、時間が経つとこうなんだ。危なかった今、タクシーとか言っちゃう。たけし危なかった今、ギリギリだね、九死に一生得た今。あ、すごい、なんかとんでもないミストが吹き出てますね。はい、何のミストかは言いませんが、あえてやっていきましょう。こんな感じで歯が浮いてますが、これ通って、はい、こういう風にいろんな、なんて言うんだろう、帯っていうのはアスレチックみたいな感じになってるんですね。うん、 LED 照明眩しいですね。はい、ちょっと前半はちゃっちゃとやっちゃいましょうか。あぶれ、すごい危なかった今。あ、ジャパテンキャッシ、おっといけない、気を抜くとついつい母国語を喋ってしまう。さあやっていきましょうか。いやもう新ただしいよここ。何があったのこれ。こんな出血しないよ歯医者で。この器具は何、別のステージでもあったよな、このチェーンソーというかノコギリというかさ。はい、なんでここだけ無駄にリアルなの。この水道めっちゃリアルじゃない。はい、ちょっとわーわー言っておりますが、やっていきましょう。これどうするんだろう。はい、何言ってるのかよくわかんないですね。はい、これボタンを押したら、あーなるほど、はい、なんかこう出口を探せみたいな感じで書いてあったんで、なるほど、ボトムってそういうことか。これ降りて、はい、これこっち通るのかな。あ、こっちっぽいな。だけどここもちょっと渡ってみたいな。うん、え。ほらたけしがまたトランスフォーム仕掛けてるよ。はい、ちょっとタイミングミスんないように、足踏み外さないように行きましょう。はい、ん、あー曲なくなっちゃった。もうこれで終わりなのかと思った曲。はい、上に行って、こっち側なんだ。あ、人がいたね。先ほどの僕の顔面と顔面がめり込んだ方ですかね。燃えてる。燃やされちゃってんじゃん。ここむずいよねこういうの。はい、ちょっと待ってね。結構リアルに燃えんだねこれ。行っちゃった向こう側。待って、置いていかないで。よいしょよいしょ、OK! 危なかった。3回ぐらい死にましたね。はい、今のところのね、僕部分すごい苦手なんですけど、こういうのはね得意ですよ。ん、燃やされてる。さっきとはちょっと違うね、消化というか、溶けてんのかな。これが酸みたいな感じの効果あんの。うわすごい、どんどんちっちゃくなってる。皮膚が溶けてんのか。あいつはチェーンソーにやられたな。はい、じゃあちょっと気をつけていきましょう。うん、よし、オッケー。めっちゃ簡単だったな。なにこれ、入れ歯じゃん。入れ歯の上に行くの、なんかヌメヌメしそうで嫌ですね。はい。あとで消毒しましょうか、足の裏、ね。靴底も消毒しちゃうっていう。はい。こっち側行って、これはこの方が得意かな。うん。やりやすいですね。はい。ちょっと酔わないように気をつけてください。こう行って、燃やされたな、また。燃やされたというか、酸かけられちゃったね。よし、オッケー。こっちか、何、うわ、なんかいるじゃん。どうなってんの、うん。マリオみたいな感じになってんじゃん。マリオはああいう石が降りてくるやつあるよね。なんて言うんだっけ名前。はい。ちょ、こうやって、うん。で、こうやって、うん、簡単だな。めっちゃ簡単だったわ。はい。あ、ここは上下してんだ。気をつけよう。よし、OK。
さあ次、いいですね、来たよこれ。なかなか厳しいんじゃないですか。これ苦手なんだよね僕。あー、いけたわ、よかった。今のぴょんぴょんするのね、タイミング狂うというか、あの光ってる感じがね、目くらむんですよね。ちょっと分かりません、その気持ち。最近ね、このタイルは得意になってきた。こっち側はいけないの？いけないね。うん、エレベーターを押す。はい、あ、こういう感じで移動できんだ。うん、うわー、何これ、また3かな。ちょっと降りてみます、これ一回セーブしたんで。あー、溶けた溶けた。これどんどんちっちゃくするのすごいね。めっちゃ縮小されていく。はい、先ほどの後ろにいた人たちはまだ来ないかな。一緒に行った方がね面白そうなんですが、はい、どんどん行っちゃいましょう。じゃあよし、はい、実質一発じゃないこれ、お試しがなければ。うん、これは向こう側行けってことかな。でもこっちも気になるんだよね。あー、壊れちゃってんね。そういうことか。一応はしごで降りれること、降りる。粉々じゃねえかよ。たけし粉々。あ、こっからか。ちょ待って、セーブポイントあったっけ。え、俺踏まなかった、踏んでないか。ちょっと待ってね、まあ、ここは簡単なんで。他のやつ来ないかな。ねえ、みんなと一緒にやりたいんですが、踏んでなかったね。はい、じゃあちょっと今のとこ行けないんで、こっち一回行けってことか。あ、滑る滑る。あ、待って、これいけるかな。はいはいはい、よし、 OK。でまたこっち一回行き、あ、ここは普通に登れるんだ。なんで向こうは滑ってこっち滑んないの。ここも滑れ。なんでここも滑れって。はい、なんかもう歯医者さん要素ゼロなんだけど、ここ。うん、これ何、何の液体なの。歯医者で何に使うんだろう、この緑色の液体は。よし、簡単ですね。はい、次は、あー、結構長めのはしごがありますよ。さあ、これにしましょうか。よし、上がって、あー、ちょっと見にくいかな。ケツ、たけしのケツはどこに需要があるんだ。すごかったね今。カックカクのケツが見えましたね。はい、たけしのお尻好きな人にはすごいいいんじゃないでしょうか。はい、たけしのお尻最高という方、ぜひ高評価をしましょう。これでどんどん登っていけばいいのかな。屋上に行ってなんかあるのかな。うん、あ、ちょっと違くなった、これ何。あ、ドクターデンティスト、極悪そうだなあれ。わかんない、ひょっとしたら優しいかもしんないしね。はい、めっちゃなんかこう信号渡れないおばあちゃんとかさ、こうなんか5人ぐらい対応したりね。おばあちゃん一緒に渡ろうっつって、めっちゃ優しいかもしれない。実は表情でねこう決めるっていうのはちょっと違うと思うんで。よし、じゃあ進んでいきましょう。これまた降りるんだ今、せっかく。うわ、何これ、え、これ歯ボロボロでめっちゃ泣いちゃう。なんでそこまで歯磨かなかったの。ちゃんと磨きなさいよ、そんなんなる前にさ。自分の歯かこれ、これ何、真っ黒じゃん。松崎しげるがいますねここに。はい、まさかの特別ゲストがいるとは。はい、松崎しげるさん、あ、隅みたいなもんなんでね。泣いてるこの方は何でしょう。また口の中入んのかな。うん、じゃちょっと隅の歯を越えたところで、うわ、こわ、何これ、号泣してんじゃん、大丈夫かお前。本当にここに来る経緯が気になる。何があったお前、本当ずっと歯磨かないプラス何かしないとこんなんなんないでしょ。さっきの3でも飲んだのかな。さあ、またまた口の中来ましたよ。なんか見覚えがありますね。やっていきましょう。うわっはっは。だからその体勢やめてって、いつも言ってんじゃん。違うよ絶対。面白いな今の滑り台。はい、ここもなんか前ありましたよね。結構似た感じのステージとかあんだね。はい、よし、あ、乗り越えられるんだこれ。なんで赤いブロックをわざわざ踏んでいたんだろう。さあ、こっち行きましょう。お、結構上手くなってんじゃねえかこれ。はい、心臓ですね。すっごい雑な心臓だなあれ。一回刺しても絶対なんか食らわなそうだよね。その何回か攻撃しないと破裂しないみたいな。はい、強度の高そうな心臓ということで行きましょう。さあ、ここもなんか見覚えあんね。犬に絶対あげたくない骨。ああ、これもあんじゃん。あれ、別のステージのところのなんて言うんだろう、ワールドが混ざってんのかな。はい、
さあ心理戦ですよ皆さん。どうします？あ、これでいいんだ。はい、次は、やばいやばいやばい、来てるぞ来てるぞ来てるぞ、真ん中かな。あ、くっそ、最後の最後で一発で行きたかったな。落ちるとなんでこんな牛乳みたいなところに水色の波紋が出んの、謎ですね。よし、じゃあこっちかね。次こっちで、まっすぐ。あー、これまっすぐ、いや、こっちだな、遠ざけるでしょ。あ、やっぱりそうだ。よし、行こう。なんか前と透ける場所とか一緒じゃなかった、今んとこ。ピンク色のハンバーグ、何ピンク色のハンバーグって、ね、焼く前のハンバーグみたいな。ハンバーグじゃねえよ、なんだあれてかここなんだ、歯医者さんどこ行ったの本当に。これもあった、あれ、いや、あの、これ初ですよこのステージは。ただ別のステージを多分貼り付けたのかもしれないね。デフォルトであるのかもしれない、こういうところが。また今後も見ていくかもしれないですね、口の中入った場合これはどこだろう、まあ、多分腸とかでしょどうせ。で外に出られる、うわまたお尻じゃん、たけしのお尻だけで十分でもはい、ということで結構短めだね、あっさりとクリアできちゃいました。はい、ということでエスケープザデンティストオビー実況プレイしました。この動画、このゲーム、そしてね、また面白いぶっ飛んだねステージ見たいという方はぜひ、高評価教えてください。そしてチャンネル登録して待ってくださいね。はい、ではでは、ここまでご視聴ありがとうございました。あれ、これひょっとして、これは、あ、ジャンプ力とスピードが上がんだ。はい、うお、どこまで飛べんだろう。よいしょ、ちょっとこれで遊んでからお別れしましょうか。あっち、あ、さっきの階段とこ行こうぜ、あれ。いけるかな？いや、いけねえ、いけねえ。なんで？なんで俺死んだの？たけし。何が起きたんだ、今。俺に教えてくれ。はい。ということで、皆さんもやってみてください。あ？これ使えばいけるか？ちょっと待ってね。はい。こうやって、ほい。よいしょ。あ、いけるいけるいける。来た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 。すい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 。気持ち悪い気持ち悪い面白いなたけしはよし、ほら、来れた。これまたできんじゃない？え、こっち行ったらどうなる？あ、いけるんだ。クリア後でもこういうところからできんだね。はい、こうやっていっちゃ、あ、じゃあダメだ、死んじゃったジャンプ力高すぎて天井に当たっちゃったね。はい、ちょっといろいろと遊んでしまいましたが、後半ね、挨拶途中で、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。